かちゃん捕まっちゃったから助けに来てくれる？迎えに来たよ。はい、そうだね。あれ捕まらない。鍵が回らない。はい、こんにちは、そらパパさんです。今日はね、ちょっと近くに面白い公園があるので行ってみたいなと思います。やったー。じゃあ、行きますか。じゃあ、うん、うん、なんか電話、あれ、ともえちゃんだよ。ともえちゃん、ともえちゃん、ともえちゃん、もしもし、もしもし、そらかちゃん捕まっちゃったから助けに来てくれる？今どこにいるの？どっかの外に、知らない場所だけど、なんかどっかの外に。埼玉か。うん、わかった。助けに行くね、待ってて。待ってるね。どうしたの？ともえちゃんがなんか捕まっちゃったんだって。なんで、誰に？知らない。ちょっとさ、ともえちゃんにもう一回電話しようか。あ、今度ちかちゃんだ。もしもし、ちかちゃん。お菓子食べたい。わかった。甘いやつ。いいよ。待ってるね。何の話してんの？捕まったんじゃないの、ちかちゃん。おかしないね。おかしな話？よし、じゃあ今日はちょっと計画変更。ともえちゃんとちかちゃんを助けに行きましょう。悪い人から。はい。では、ツーゴー。部屋に
手紙。あ、わかった。どっかに手紙があるみたいなこと書いてあった。見てみれば。早速探す。おい、誰かも探すの。お姉さん二人身長が高すぎてぶつけてるの2回目。あったよあったよ。あれね、1って書いてあるよ。1も。あ、1、2って書いてある裏に。あ、じゃあやってみよう。こっちは1か。後ろになんか書いてあるよ。本当だ。できたー。じゃあ裏返そう。いいよ。パシャ。バーバーベ。もう一個。もう一個。もう一個の方見つけないと。そうだ。もう一個あっちにロフトがあった気がする。行ってみよう。うん。ちょっとこれ置きっぱなしにする気ですか？うん。どこかな。あった。え？ちょっと。裏返そう。さっきはブラーだけだったよね。バー。バー。バービキューをし。する気がありそうじゃない？そうだね。ねえ、聞いて、これ枕にベーがあるんだけど、枕の下じゃないかな。うん、ほら、え、違う、下となんか、この下の枕が怪しくない？せーの、せーで、なんかあった。これ、3ピースの3番。え？それでは並べてレッツゴー。できた。できた。じゃあ裏返そう。裏返そう。バーベキューをしよう。キーワードはバーベキューをしようね。だったよ。行ってみよう。バーベキューしよう。そうだね。